この間食べた四季物語は夏限定ラーメン完熟トマト、今日食べる四季物語は夏限定うどん完熟トマト、何が違うんですかね。麺がうどんになっただけかな。なんかトマトの感じとかスープの感じとかもラーメンのバージョンとほぼ同じですな。酸味が効いててさっぱりしてて。